ございます。4月寒いね。すごい寒い、はい、冷えちゃった。冷えちゃったね。さあということで、はい、今回4回目です、はい、で今まで全勝っていうことでバッジが3個ずつね、はい、ね計6個。そう計6個ということで、今日勝てばですよ、うん、あの罰ゲームというか屋台を回避です。おですので、まあ早めに回避しときたいかな。そうだね、うん、回避しよう。そうということで、うん、まあ、昨日下見の方行ってまいりました。ありがとうございました。とんでもないです。工藤さんが打ちたいって言ってたやつをしっかりと見てきましたので、入念に、はい、入念に見てきましたので、ありがとうございます。じゃあその様子をぜひ、ね、見ていただきたいと思います。はい、どうもこんばんは。さあやってまいりました下見。今日はですね、まいちゃんが、ちょっと東京でね収録ということで、私一人なんですけども、本当はね間に合ったら打ちたかったわけですよ。しかしながら明日はまだ導入されてないということで、リバドンはちょっと諦めですけども、まあちょっと中を見つつですね行きたいと思います。今最新がモンキータンかなっていうことなんで、まあその辺も見ながら早速行ってみたいと思います。行きましょう。はい、近かった今。あ、すごい近かった。あのね、まえちゃんから事前に打ちたい台を聞いてきてるので早速行きたいと思います。まずはですね、お得意の縦横だね。縦横打ちたいんだって。私はね全然打たないから全然わからないんだけども、今日はそうでもない感じだね。というか回数がついてる台が今日はあんまりないので、明日逆に狙い目かもしれないっていうことで、あんまり上げ下げはなさそうだよねこの感じ。あえてこの中から狙うとすれば、比較的、当たりの少ない両端がいいかなって感じですかね。でですね、うまいことまいちゃんの打ちたい台もう1台聞いてるんですけど、モンキーターンということで隣なんですよ。なんでモンキーも見ていきたいと思いますけども、モンキーはねやっぱり最新台ですからね、数がついてますよ。この辺とかはだいぶ3000枚ぐらいプラスになってますね。こっちも4000枚、結構プラスの台が多いね。マイシアンっていつも上げ狙いだっけ。ってことは1番の本日1番のへこみ台当たってるけど玉井が浮いてない台ってことよね。じゃあこの辺かな。回転数もねついてるけど、まああんまりプラスになってないっていうことで、でもね多分ね相当いい番号引かないと無理だと思ったな、モンキーは。だからモンキーの島をさーって見て、無理だったら縦横でいいと思う。多分縦横になると思う。そんないい番号引けないよね、なかなかね。で、舞さんが打ちたい台、もう一台聞いてきたのが窓まぎ。舞さんね、窓まぎね、簡単なんだって。窓まぎ打ってらったら負けないんだって。カメラかかっちゃった。いや、私もね、ハテナだった。結構入らないとき、入らないよ。設定大事っぽいよ。っていうことで、上げ狙いで行くとしたのであれば、一番回数がついてないこの子かな。角にですね。うちはでも角に多いね、なんとなく。まあこれかなっていう感じで、今日バジリスクがすごいっぽいぞ。しかも2の方だね。この時間でこんだけ皆さんが箱使ってるってことは、バジリスクなんか固まってそうな気がする。これをあえて明日行くのか行かないのか、多分行かない。多分明日は行かない。さ、自分の台を探す前に気になりました、緑丼。私さ、この間これガッツルでやったらしいんだけど、それに行けてなくて初めて見た。触っとこう、押しとこう。やっぱね、前回打ちたかったんだけど台が取れなかったラグランジェ行ってみたい。浮いてるでしょ、これプラスマイ3枚がマイナスマイナスでしょ。だから真ん中だけプラスの
わけですよ。だって明らかに当たりの回数が多いもんね。あえて避ける AKB の隣かな。いやでもあんな真ん中、いややっぱり一番へこんでるこれだろう。勘で言っちゃったけど、一番へこんでるっていうことで言うんだったらこれだね。マイさんがね結構メイン機種行くんですよ。私はそろ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 ですよ。バラエティ行ってみてもいいかな。バラエティが本当は好きなんだよ。こいつが打ちたい。一日打ってないからね。でもマクロスなんかね、マクロスって設定入ってなくても出てるイメージちょっとあるよね。入ってるのかもしれないんだけど、多分おそらく今入れてるところはあんまりないだろうから。でもちょっとね打ちたいの。まあ、番号が悪かったらね、良かったらラグランで行きますよ。でまだいた、まだいてくれた。こいつがね一回打ったことあるんですけど、結構私好きなタイプ、まあ、タイミングゲームな感じだったんだけども、もう一回チャレンジしてみたいかな。なんかねやっぱメイン機種を打つことが多いんでね、バラエティ打てるところではバラエティも力入れてるんでね、ありますから。バラエティだから諦めてるんじゃない、バラエティの中で探しに行ってるからね。ということで、じゃあ番号が悪かったら私はラグランジェがダメだったらマクロスかスゴスロだから、いい番号が出たらマイちゃんにあげるよ。そうしよう。おなじみランキング今回も万枚突破たくさんあるね。10オーバー1位なんだ。そっか、北斗もまだ入ってきてるし、今回でもバラついてる。割と北斗がやっぱり多いけど、聖夜も出るんだね。はい、ということで下見してきましたけども、まいちゃんの打ちたい台はちゃんと見たよ。だからまいちゃんには、まあモンキーは多分難しいだろうから、多分15が狙いやすいんじゃないかなって、まあ番号次第ですけどもね。まあ10をまとまげ、番号が最高に良かったらモンキーということですけども、私の方はラグランジェはちゃんと狙います。で番号がすっごいすっごい悪かったら、だって200番とかかもしんないじゃん。そしたら明日は楽しもうということで、以上下見を終わります。それをマイさんに伝えたいと思います。では明日じゃないんだよねこれが流れるのは。では本編をご覧ください。あ、すいません。おはようございます。おはようございます。端っこにしよう。おはようございます。おはようございます。さあ、はい、修正の方やってきました、はい、今日も人が多かったね。緊張、いつもさやったら緊張してるよね。いつも緊張するし悪い番号を引けてる自分しか想像つかない。いいよ、じゃあこれまだ見てないでしょ、うん、エミちゃんに見せる。わかった、じゃあこうしよう。じゃあ相手のリアクションで自分の番号を想像するってこと。一回は、うん、いっせーのーでパン。あ、いいよ、めっちゃいいよ。ねえちょっとリアクションしてよ。私どうも、違う違う、だから、ま、分かる。えってことは分かんないよリアクションのしづらい番号だからまあまあだね、まあまあ、まあまあってか、多分ど真ん中ぐらい、ど真ん中ぐらい、ど真ん中ぐらいでいいくもないし悪くもないし、えいい、こっちはいいです。いいね。まあ、でも大丈夫かな。大丈夫だと思う。大丈夫、大丈夫だと思う。そっか、私が見てきた下見の内容ちらっと聞いたけど、いけるか。しかも、うん、メインで狙おうと思っている騎士ももしかしたらいけるんじゃないかな。マジでと思う。もしかしたらね、うん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 、まあダメだったら私には秘密兵器がありますんで。そうだよね、聞いたけどなんかすごいなんか手駒じゃないけど、何いっぱい持ってるなと思って。いっぱい持ってる、いっぱい持ってる、うん、持ってるっていうか持ってる、勝手に打とうって思ってるだけだけど、ね、そうそうそう、まあそうね。
微妙だね。ここ取っちゃダメなんだよね。一番出てる、私が下見せた台じゃないんだよね。向こう行ってみようか。じゃあもう私の、あ、もうほらほら座れなくなっちゃった。今日はバラエティだな。もう今日はバラエティに行く。うちがずっと打ちたかった、ただ打ちたかった台、これでいきたいと思います。だって取れなかったんだもん、狙い台が取れなかった。はい、それでは中央打ってきます。これ大事ですからね。ここで罰ゲーム抜けるか抜けないかの勝負になるので、ここは早めに抜け出したいと思います。あのディレクターさんと喋ってたんですけど、あの象の召喚出してって言われたんですけど、私もまだ見たことがないんですね。召喚チャレンジ、大体こうビーストでゴリラがコロンからの象サバなんで、おっ反応してるよ。おお、もうついた。おお、マング、
はございません。はい、当たった、イエーイ、よい、どうせ投げるかな、頑張ってくれるでしょう、私の左手。さて、
やっちゃったね、これね。マクロスね、本当は角台を狙って、マクロスじゃないわ、ラグランジェ、本当は角台を狙ってて、私前回もラグランジェ打ちたかったんですけど取れなくて、で今回も1台だけ空いてたやつが一番昨日出てる台で、さすがにちょっとそれは怖いなっていうことで、もうねバタバタしてるうちに台がなくなりましたので、バラエティに来ました。まあたまにはねバラエティコーナーも打ちたいなということで、あとねこのお店すごすろね、いいとまんま行ってた時あったんだもんね。だからバラエティでもちゃんと使ってるんだなっていうことが分かってたので、ちょっと今日バラエティから選んでみました。じゃあやってみよう。すごすろ1回だけね乗り打ちで打ったんですよね。その時はチャンス目、その時のイメージとしてはすごいタイミングゲームだったなみたいな感じで、とりあえずねコインを集めます。だから1枚払い出しだとジャッジ、結構高いよどれも、抽選継続率ね、ベルだ、あ 90% で71枚ゲットってことね。そういうことね。で、まあ、このチャンスステージを目指していくわけですよ。コインがね171枚しかないですよ。だからチャンスステージいけないのかな。だよね、いけないよね。ただ次のチャンスステージに行くこの扉を目指さなきゃいけないっていうのはね。ステージが、チャンスステージがやってきた。そしたらマスに、次お墓のマスじゃ、そしたらこうやってコインを獲得できるレア役が出てきて、これで今だったらベルかこの2つを引ければコインが獲得できる。でコインそのコインがここに溜まっていって、でチャンスステージに行く時の抽選にコインが必要なのよ。そう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 、そのためにこいつを頑張って貯める。まずはそこからだね。っていうか、このマップの何マップ目で当たりっていうのはもう決まってるらしくて、それをどんだけ縮めていけるかっていうか、それをどんだけ有利に持っていけるかが多分このコインだよね、縮めるの。でもね、あんまりいけてないね、201枚少ないもんね。強チェリー、マップが変わった。でさ、分岐がここなわけよ。ここまでに貯めないとねっていうことだよね。391枚、微妙にね、外れだとまずいから、リプレイ以上だね、リプレイ、でも、外れ、いけなかった、まだ次のチャンスステージのタイミングまで待たないと。400枚以上あるからチャンスステージはいけんだ。あ、500枚になってんだけど、ずるい。わー、いけないよ。500枚にもなるんだ、400枚でいけんのかと思った。外れ以外だったら外
発展達成バトル。これね、上だ。でここでチェリーかスイカを引けばいいってことだよね。引けない。もうチェリーかスイカ引くしかない。すべてをやめ。あれ？まだまだ。復活した。初めて復活した。やった。勝ちました。でここでに決まってたってこと？もうマップがあんなに負けてたってことは自力ではないもんね。さあということでこれが AT になります。当たったね。でもね回すお金がなくなっちゃったよ。ちょうど1万円。でここでゲーム数を決定するんだ。でこっちの道を選んだ方がいいってことだよね。ここハズレかじゃあのチェリースイカハズレ引けばいいんでしょ。よく来たな。あーなんでこういう時にベル揃っちゃうかな。さあで初期ゲーム数が65ゲームね。これでした。音楽流れてる。まあ関係あるのかな。大抵の機種はさ音楽流れたら次回継続とかじゃんね。どうなんだろう。獲得していくのね。でそのオーブによって最終の決戦でこのオーブで助かったりしてた気がするな。でもほぼ VS バトル。あバトルに入りました。多分このバトルで勝てば、おここで引いたよ。これ意味あんのか。チャンス目。まさかすごい無駄なところで引いちゃった感じになる気が。なんでさそういう時にベルばっかよ。ベル AT 中だからベル引いちゃうのか。だからベルだと。ああいい勝負いい勝負。ああくそやばい。ああ私次防御ターンやばいよ。2ダメージ、ベルだったら負けちゃう。マジ。あこれで勝てば上乗せとかそんなんだった気がするんだよな。終わっちゃう。Yeah.
てもう全部ピンチだもん。これでオーブがあれば回避できたわけよ。でもベルでも継続だからね。ベルでいいんだったらまだ。あれ？ってな感じなわけですね。なるほどね。ただコインはそのまま残ってるわけですよ。私さっきコイン使って行ってないので、なんでまたチャンスステージには行けるんじゃないかなと思う。ここにあるからチャンスステージ。でも私 AT 中に頑張る機種好きだからな。なんかスナイパイとかシンデレラブレードみたいなの。だからいいけどね、楽しいけども。あ、200枚でいけたよ、チャンスステージ。次このマップが終わったらチャンスステージに突入します。さあチャンスステージ、チャンスステージはこのこれだね。ここで VS バトルを引けるかどうかってことだよね。強水か VS バトル。あ、いいとこで引いたんだね。しかもさあ行きますよ。これだよね、ここが危ないよね。外れだ、やばい。お、いけた。まずいな、いけた。で、そう、チェリーかスレカだったら 100%、 ベルでも 60% だからな、なくないよ。でも外れじゃない？ダメか、外れはダメだよね。でここ2個が危ないんで、ここに必殺があるから、ここまで行ければ。あ、来たー、チェリー。しかも今日チェリーじゃん、逆転勝利。やりました、変わったね、結構。やったー。さあということで再び AT 突入です。特化ゾーンだね、いけます。